はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符やっていきたいと思います。今回は2016スター選抜総選挙の、第一ピリオドの投票をちょっとやっていこうかなと思います。で、自分ですね、これスター選抜総選挙の情報を全然チェックしてなくて、その第一ピリオドがあるとかっていうのも、初めて知って、ちなみに今日第一ピリオドの最終日28日なんですよ。なのでこれちょっともね、投票しておこうかなと思ってます。で、あと投票券についてですね、これもね、見てなくて、まあ、投票券こうやればゲットできますよっていうのがあるんですけれども、まあ、丸一番出席で投票券をゲット、まあ、これは出席してれば勝手に情報が出てくるんでわかると思うんですけれども、2番ですね、期間限定ミッションで投票券をゲット、で毎日期間限定ミッションがありますと、で最大10枚もらえますというのがあって、これ知らなくて俺1回もやってなかったっす。であとはイベントに参加してゲットと、と勧誘で投票券をゲットというのがあって、であとこっちですね、投票でプレゼントをゲットで、4つの期間に分かれてますと、で、ピリオドごとに投票するとラックストーンがもらえますよというのがありますので、まあ、今回は、100票登録して、まあ、一応100票以上登録するとラックストーン150もらえますので、こっちをやっていきたいと思います。で、あと合計投票数に応じて、プレゼントがもらえますよということで、一応1000票以上で一番最高のプレゼントになるのかな。で、1000票ってかなりっすよね。どうなんだろうね、普通の自然回復分だけでどれだけもらえるのかまだチェックしてないんですけれども、結構ミラクル勧誘の方もやらないと1000票いかないんじゃないかなと思います。まあちょっとね、普通の期間限定ミッションと出席分だけで、まあ大体どれくらいいくのかっていうのをちょっと集計はしてみようかと思うんですけれども、1000票って相当辛いんじゃないかなと。まあそういうイメージ持ってます。じゃあ投票所に行きましょう。でこちらがガール一覧ですね。まあ初めなんで全員見ていきますか。まずは真白桃子ちゃん、2年生ですね。で赤姉ちゃん、でゆずちゃん、まあここら辺は普通に、自分も知ってるキャラなので、で三好ちゃん、ももちゃん、夏目ちゃん、アネット、響きちゃん、八重ちゃんと、でこれがね10ページあるんですよね。で、基本的にね、この R とかで止まってるねキャラがね、あんまりよくわからないんですよね。これはゆきちゃん、一応帰宅部みたいですね。で、コルリ先輩、かぐら坂先輩、あまりちゃん、村上先輩、いすずちゃん、で姫、春日ちゃん、すばるちゃんと。で、だからこの玉井先輩もよくわからないですね。あんまり知らないっす。で、黒江先輩、ゆうきちゃん、で、はるこちゃんはね、いすずちゃんと仲がいいっていうのは知ってるんで、R キャラの中にしては情報は持ってます。で、はるかちゃん、いちごちゃん、で、ぼたんちゃん、なおえさん、浮橋さんと、まあ、ここはライジングスター組ですね。そうで、SSR 浅見圭ちゃん、この人もね俺あんまり知らないんですよね。で、まつりちゃん、トムトムミッチーと、この人もあんまり知らない。これは何、遠山みすず、数学研究会なんてあるんだ。で、ここみちゃん、くるみちゃん、笹原先輩、海ちゃん、そらちゃん、で、あ、この人もね知らないんですよね。ひいらぎまことちゃん、で、むつみちゃん、上条さん、あ、まあ、ねじかわさんは知ってます。で、もちづき師匠、きのこちゃん、だがや、りさちゃん、天津会長、あ、ゆららちゃんはね部長さんですよね、オカルト研究会の。で、ミスモノクローム、でこの人全く知らないですね。なんて読むんだこれ、新上ひな。全く知らないですこの人。で、めいちゃん、つぐみちゃん、でこの人もねわかんないんですよね。一応なんか保健委員会みたいですけど、佐伯まりか、で、りのちゃん、えみちゃん、ここら辺はわかりますね。で、ここのえ先輩、あ、この人も全く知らないな。
長谷川美優飼育委員会なんてあるんだあーでこの人も知らない。正岡舞帰宅部、あーこの人もわからないですね。古谷朱里考古学研究会で、日原英子は知ってますね。で篠ノ目ちゃんもわかるでしょ。で熊田さんもわかる。あそうそう、この人も見たことはあるけどよくわからないっていう、海藤美津子で、ここら辺に来るともうちょっとよくわかんない人たちが出てくるね。漫画研究会小野寺さんとか、帰宅部の、筧さんとか、もう名前で詰まるっていう。そもそもあ、サトルくんはね知ってます。サトルくんはで、アキコ先輩もわかるでしょ。でこれは、八塚幸恵学級委員、あ学級委員、あ出てきてたね、出てきてたね。アニメの方でもなんか学級委員長出てきてたような気がします。いすずちゃんの犬の回だったかなまあ何のこっちゃって言われかもしれないですけど、あとこの人もちょっとわからない。日本文化研究会林間音恵、乙女かあ立花先生、俺立花先生好きです。あとは有栖川先輩で、この人もわかんない。演劇部雪風まやで、合唱部、白鳥、しおりで、この人も 演劇部結構多いね。新田萌香、うーん後ろの方マジでわからんな。で風紀委員会桐生、のりこ、演劇部、また演劇部か、吉永若菜でいいのかなこの人あれに出てきましたよね、はるかちゃんのイベントの時に。で英語研究会、英語研究会なのにスケボー持ってるよこの人高崎類で、保健委員会顧問、あこれ先生か、これは神崎先生ですね。で映画研究会の、宮内のぞみ、この人曲があるんだけど全然知らないんですよね。で乗馬部綾野浩二ミレイ、でオカルト研究会、これはなんて読むんだ、赤瀬川赤瀬川牧で、次が地学部とか、すげえな、もうどんだけ部活あるんだよ。石田伊樹で、次が吹奏楽の、西野彩音、で吹奏楽の、日野かなえか、あで深見先生と、なるみ先生と、あそうか深見先生となるみ先生もエントリーされてるんだ。理事長はエントリーされてませんって書いてありましたからね。というのがまあ以上全員になりまして、これちなみに検索できるのかな、ここで検索できるか、もう入れる人は決めてありますので、3年3年の天津先輩にもうそのまま100票ぶち込みます。今回投票する票数、これ 1,2,3,4,5,6,7,8 これやとか100までいくか、もう天津先輩というか井上貴子さんに100票ぶち込む感じですね。あなたに捧げますこの100票を。投票ありがとうございました、あら投票してくれたのね。これをねボイス入りで言ってくれたらね完全とろけますよね。よしこれで、あとチケットが61あるんでまた第2期間のうちに、まあ100票は普通にやってればたまると思いますので、まあピリオドごとに、1回1回ちょっと投票をやっていこうと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。では次の、まあ結果が多分第1ピリオドの結果が多分31とかに、出ると思いますので、それと合わせて第2ピリオドの方も、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。